はい、じゃあ君しかいないやっていきたいと思います。よろしくお願いします。新しく始まりますよ。そして進捗状況は消去されます。いいですよ。でスタートします。で1回クリアしましたので、この作品はある人物の奇妙な夢を元にしている。登場するイメージや場面は彼が語ったものを再現したものであるっていう感じでね、ある人物の見た悪夢、それを再現した世界に、はい、入り込みましたと。そうか、これは夢か。そうか、これは夢か。列車がこちらに向かってきている。え、体が動かない。引かれる。うん、声高いね。ある人物、声高いね。うん、で、列車に引かれちゃう。あ、来ちゃう、来ちゃう、来ちゃう。目が覚めてくれー。あー。で、引かれちゃったかと思いましたら、これらは単なる記憶の断片ではない。あ、体が動くようになった。うん、声高いね。うん。でも、この悪夢からまだ抜け出せていない。うん、まあ、いいか。もうやめます。で、これが最後尾ね。列車動いてますね。で、こう、視点動かします。カーソルで、移動できます。で、ここの辺は、そうね。ここら辺は何もないですね。で、はい、雑巾干してます。これ雑巾じゃないの？これ。なんか紐張ってさ。雑巾干してんじゃないの？列車、これ。わかんないね。で、進みますね。進んでいきますが、前回はこの辺に、あれ？誰？咳してる人。咳してる人、誰？手挙げて。なんもないね。なんもないわ。あ、これ倒せたけど、よくわからんかったんで、ここドア開いてます。窓あります。で、これが脱出をするための、まあ、扉というか、鍵4つ見つけようっていう話でしたけど、この場所にはもう二度と来ませんね。で、この先行ってみましょうか。あ、でもなんもないな。あ、なんもないな。なんも調べれるものも、何もないですね。調べられるところは、虫眼鏡のマークが出ますんですが、出ないね。ここ入るしかないのか。そうなんや。後ろ向きに入ってみようか、これ。後ろ向きに入って、なんか調べられるところはないですか？あ、ないね。あ、ちょ、この窓は鍵、どの窓わかんない。どの窓 ?4 つの鍵を探さなければならないと。これね、この窓ね。はい、誰の手？自分の手？目が覚めてくれ。で、一回クリアしてますので、そうですね、迷わずに、まあね、サクサク進められればいいかなと。夢の中に閉じ込められてしまったのか、暗闇の中誰に歩かされている、どこに連れて行かれるのだろう。列車の中から誰かに連れてこられていると。この辺を見たことある気がある。日本語は若干ガバイですが、気にせず行きましょう。目を覚ますにはあの小さな窓を開けなければならないと。で、4つの鍵を見つけましょうという、そういう、まあ、ストーリーですかね。4つの鍵はここのどこかにあると。私はそれらを見つけないと。このハイホテルのような場所に来ましたと。で、このドアは調べても、開きません。一応調べときましょうか。閉じている。わかってるね。知ってるね。で、なるほどね。で、で、この辺なんかあるけど、この辺意味ないんで。これね。ボクソー。なんかやっぱね、これね、ロシア語らしい。ボクソー。サンライズ。朝日ですか？日の出ですか？サンライズ。ボクソー。っていう、ロシア語らしい。で、これがね、サンライズと。サンライズ、サン。初耳だ。初耳ってことはないし、読めるってことは、初耳ってことはないんじゃない？知らんけど。で、こっち？あ、こっちか。まずこっち行くんか。こっち行って、はい、ドア開けます。で、やっぱね、こういう一人称視点で、で、あ、まずあのヒント見に行こうか。一人称視点でね、こういう感じでね、視点をね、やっぱね、若干下げ気味？普通の視点だと、まあ、これぐらいなのかな。こう歩くのかなーって感じですけど、やっぱね、見逃したくねーっていうのでね、やっぱね、下をね、
若干こう下向き加減でね歩いてしまうっていうのがね、どうしてもね癖としてねありますね。ここ閉まってるやつね、はい、何かしたら開けられそうだけどっていう。で、この視点、このぐらいの視点で固定して歩いちゃうんですけど、どうなんですかね。 FPS とかやってるとやっぱね下向きガチになっちゃうよね、うん、見逃したくないのよね。なんかあんじゃねえか、なんかあんじゃねえかと思って、こうなんかあんじゃねえかって、うん、若干下向き加減で歩いちゃいますね。皆さんはいかがですか。この壁の匂い記憶にあるな。スキップしちゃうか、ちょっと、あ、いいか、あ、周りをよく調べてみるかと。で、この辺の絵ありますが、この辺は意味なかったね。本も意味なかったよね。この辺になんかあったりするかな。この辺の本もなんか意味なかったな。なんかさ、なんか別の、ここ通れねえな、チキショ。ここ通れねえな、チキショ。ここは通れました。通れました、行けました。こういうところに、なんかね、別のアイ、あ、なんかあるよ。なんかあるよ。違うの？あれ？あ、ほら、あるある。はい、で、調べてみ、なんだこれ。なんだこれは。こういうさ、新しいアイテム？なんかね、見つけてないアイテムというかね、そういうのもね、あるっぽ、なんだこれは。あれ？これ。なんだこれは？さっきの？なんだこれは。これが、こういうところにない？これが、さっきの、はい、物と対話するらしい。こうでしたよね。これで、OK。で、開きます。ん？何やったっけ？あのポケットが開くのか。はい。はい、私は、もう迷いませんよ。迷うことはないですよ。で、こういうところにも、はい、あったー。何これ？何これ？え、何これ？こういうところを、しっかりと、やっぱここ、あとここ、ここなんかさ、ここさ、閉まっている。ここあかんかったよね。ここなんか開けれんのかな？なんか道具が、こっち開いてるもんね。こっち開いてるけど、なんもないよね。こういうところさ、しっかりと、この辺は字が小さい本かなんか。こういうところもなんか、ないか。ないか。この隙間。こういう隙間にさ、ねえか。ねえか。ねえな。ねえな。あっち側もなんかなさそうやね。こっちの、この裏。ねえな。ねえな。ねえな。ないっぽい。ないっぽい。こういうところに。あ、でももう迷ってらんねえわ。迷ってらんねえわ。かなり時間がかかりそう。あ、隙間抜けてた。ここ開かなかったよね。で、なんか、あれ？あれ？メモには入ってね。あれ？マジか。これは調べらんない。こっちの隙間も、ちょん見ときますけど何にも、ああ、これか。この絵か。ああ、絵は何にも意味なかったですね。隙間通れるね。隙間通れる。意外と隙間通る。鍵あったね。この鍵ね。ここに鍵があります。取りました。ワードローブね。ワードローブの鍵で、こっちは、後で行っか。こっち行っとくか。こっちも行っとこうか。こう人形ね。お人形さん。前にもこの人形を見たことがあるな。いや、知らんけどね。見てないけどな。なんかない？いや、あんまりね、あんまり、そうね、あんまりうろうろもたもたしたくもないんですが、OK、何もないね。これ、あれか、ヒントか。で、この辺は何もない。何もない。隙間何もない。これ、椅子も怪しいな。舞台に誰かが、これね。これ。この人です。この人。こういうところにもさ、いや、ないか。ないよね。一個一個見ていくか、一応。なんもないよね。なんもないよね。うん。いや、ないなぁ。いや、そうとも限らねえ。まあでもないか。ないな。ないわ。ないね。一応見といて。一応見といて。これは？違うか。なんもないね。あー、なんもないか。
まあね、一旦通して、なんかまあバッドエンドっぽかったというかそういう感じもしたので、通して、取ってないアイテムがね、アイテムというかメモがね、あるっぽかったので、なんもないわ。なんもないね。なんもなかった。一応、それを、これも違う。これ隙間がないね。ないな。ないね。ないですわ。ないっすよ。ないっす。ないっすね。ピアノでしょ？ピアノ意味なかった。これ、あ、これが、これか。これがこれね。はい、これがこのヒントですと。これね。これが、はい、わかります。こう。はい、オッケー、セーブされました。これ、あれ、ああ、いなくなっちゃった。あ、いなくなっちゃった。あ、いなくなっちゃった。調べとけばよかった。あ、でも、そっとしておこう、みたいな、そういうメッセージやったかな。これは見れたよね。これ見とこうか。これね。あ、なに、誰、この辺にさ、この辺の座席にさ、座ってたよね。あれ？あ、違うか。手すりか。多分ないよな、やっぱ。この辺に座ってました。それを調べるっていうわけではないよね。多分ないもんね。あ、これは違うか。あ、手すりか。ないですね。ないわ、何もないわ。やっぱ何もないか。でもさ、さっきの、でもう一回見ると、はい、違う映像になってますと。もうないかな。もうないね。なんかあの座席に、あの座ってる人のあたりに、いやでもどこに座ってるのかようわからんのよね。あの映像じゃね。なんかありますよっていう。なんか、何かしら、あ、なんか出た。あ、なんか出たよ。何ですかこれ。なんだこれ。一個だけってことはないんじゃないか？なんかある？いや、もうないか。もうないか。いや、わからんな。で、あ、ここ、あ、そっか、ここ開きま、あ、でもここ開いたけど、まだ今のところは調べられんのね。で、こっち側から、誰かが開けようとしたんじゃねえかみたいな、そういう話でしたね。ここね。あ、誰かいるのか。あ、そう、あ、ここ、あ、こっち閉まったのか。でも危害を加えてくるような気配はないと。そう、そんな感じでしたわ。これ何も意味ないよね。これは一体、あ、何も意味ない。ここに、なんかはめるのか。よし。こっちはもう何もないよね。椅子の下とか、何もないよね。ないよね。あ、この椅子が動くところ見れんかったな。あれ？椅子動いたよね。ここにあったもんね。で、こっから鍵が出てきたでしょ？で、この辺に、あ、もうないか。いやーもうちょっと怪しんで見ちゃうなー。あ、もうないか。怪しんで見ちゃうなー。もっと細かく見て回りてえな、チキショウ。いや、でもね、あんまうろうろしててもっていう感じも、せんではないよね。で、ここに入れるよね。あ、電話鳴ってる、急いで。もう広告いい、急いで。電話鳴りやんじゃってる。ダメだ、電話する相手がいない。そんなことねえよ、いるって、電話する相手、いるって。大丈夫だって。で、コートをハンガーにかけようと。このメモを取ったら、ここのハンガーに、はい、コートかけます。自分のね。ああ、そっか。これね。これが出てくる。で、ああ、これね。このはしごはダメですね。コートの、なんもねえか。彼らを助けてと。彼らね。多分ロシア語ですね。ロシア語なんでしょうと。ロシア語で書かれてるっぽいですわ。なんとなくね。
いやちょっと見ちゃうな見ちゃうなこの辺見ちゃうな見ちゃうな、これは隙間見れないな。あでここなんもないよね、特に興味深いものはない。本当にねえか本当にねえか本当にねえかねえな、隙間が怪しいよね。でここはもうやることはなかったかな、この下あねえなねえわねねえですわ。この絵は、まあ、調べらんない。でこれ、あここにメモがあったね、ここにメモがあります。視線は感じるが誰の姿も見えない。あこれを最初に撮るんやったかな。あれこっちあるけどいっか、この辺の隙間チキショーチキショー、なんだこの微妙な隙間は。何あこっちパリに行っちゃったパリに行っちゃったあパリに行っちゃったか。で描かれたエレベーターと実際にここにあるわけではないと。これも何もないね。こっちも怪しいぞ。そうなるとこっちも怪しいぞ。こういう隙間に入れる。あ、なんかある？なんか出たよ。なんか出たよ。どこだ？あった。何？なんかある？これ。え？何これ？あー、3枚、3つで、そうったのかな？怪しいよね。あ、これ、あー、そっか。これは何もないのね。普通の本だ。普通の本か？こんなところにあるのが。果たしてそうなのか？隙間なんもねえな。なんもねえな。こっちの隙間も見ちゃ。なんもねえな。なんもねえわ。なんもないね。こういうアイテムをさ、これは、なんもなかったよね。これはなんも、これを読みたくない。なんで読みたくないの？タイトルが嫌いなタイトル？カフカの変身とかそういう、あれ系読みたくないって。ないね、他ね。カフカの変身読みましたけどね。こっちからの隙間から。まあ、なんもないかな。もうないかな。ここ。こういうところ。ないか。ないわ。で、これ取れたよね。はい、11番取れました。で、この、あ、なんか鳴ってる。あ、そっか。これなんのね。これもさ、ラジオね。よくわからんな。でも止めた方がいいよな。マークが出るってことは止めた方がいいの。この辺にもなんかあったりするのか。いや、でもこの辺にはもうさすがに何もないんじゃない？この初期位置のあたり？この辺はチュートリアルというか、説明で何も出ないから、いや、あんのかなんかあったりすんのかわからん。いや、何もなさそうなのよね。で、ドアの向こうには誰か、え？嘘？なんで？ドアの向こうには誰かが、え？嘘だろ？あなたは私を驚かせました。今日は深くまで行く必要はなかったのです。これは良い兆候です。ん？何が？ん？ちょ、なん？ん？何が？ちょ、エンディング終わっちゃいました。え？え？は？ちょっと待って。え？待って。一旦通しで、クリアまで、隅々まで調べて、クリアまで行くつもりやったんですが、何？え？な、え？どういうこと？おわ、え？ちょ、え？ちょっと待って。終わり？マジで？何が？じゃ、わからんな。意味がわからん。何？どういうこと？はい。君しかいないでした。ザ・シークレット・エレベーター・リマスタードでした。終わります。ありがとうございました。あと、そう。このオープニング画面をこうやって見てると、そっか、気になるの1個あったね。1615やったっけ？なんか扉、逆の扉が、ガーって閉まってきて、
数字書いてあったよね。あれはな、あれもなんなんやろな。いや、ちょっとね、このゲームね、ちょっと、わからんことが、ちょっと多いですわ。なんやろね。なんなんやろ。ちょっともうちょっと、もうちょっと待ちますね。もうちょっと待ちますね。もうちょっと待って。あ、もしかしたらさ、これさ、もしかしてさ、まあ、続きを再開とか、新しく始まるを押して、ゲームスタートするのが、もしかしたらさ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、次回は、ちょっとさっきのはエンドなんか言っちゃったけど、続きを再開で、さっきの続きからちょっと一回やっていこうか。一回やっていくんですが、このね、反対側の扉が、今、やっぱこれエレベーターの扉よね。半分までしか行かないってことは。逆側も閉まるんですよね。閉まってくるんですよね。それが、数字が書いて閉まんねえな。なんだ?あれ?これ。あー。もしかしてエンディング行って、いやでも今エンディング行ったもんね。エンディング行って戻ってきた画面で、いやこれ出てこんな。もしかしたら、あ、来た、1615、これ、この状態で続きを再開とか押したらなんか変わんのかな。なんか、あ、電子ロックの数字を入れるのとか、自動で押しちゃったけど、もしかしたらこの1615とか、そういうので変わってきたりすんじゃねえかな。え?そういうのあんじゃねえのか?どうなんだこのゲーム。このように、ちょっと、ま、わからないことが多いゲームです。終わりです。ありがとうございました。君しかいない、ザ・シークレット・エレベーター・リマスタードでした。いや、謎いね。いや、謎いゲームです。でも、なんか変わる気がするな。この状態で始めたら、そんな気もするな。うん、はい。